いつも談話の時間が減ってまいりましたえっ、ー、とこの間のあのなんでしょうねあの重心のその手拍子でいわゆるこの、まあ、ずっと言ってることなんですけどこの手拍子があのやる時洋楽をやる時きなぜ支障が出るかというまあそこをもうちょっと具体的に言ってみてもいいかなというので。 こここれねうんここなんなですよ要はなんでこのバックビートを叩くかとか、まあ、まあバックビートじゃない重心です、ね、リズムの重心をんで叩くかっていう話になってくるんですよね。うん、だから例えばね図にするとこれ分かりやすいんですよ。あのいわゆる重心をこうこうポンってたくわけじゃないですか。 そこ,そこってまあ性格である方がそれはええとかいろいろあるけどとりあえずそこは落ちただええわけであって個人個人やっぱりね違う違うと思うち違います例えばあのなんでしょうねアメリカでもえー、とどこだろうあタオルパワーとかねあのオークランドですかあの辺のそのチカーノがあのやりだしたのファンクって言うんですからねあれチカーノなのかちょっとよく分からないんですけどまあうんエミリオとか,かそんな名前のね ガリバルディだとか名前イ,タイタリア系というか南米なんかイタリア移民なんかわからんけどキューバか多分その辺の人らのあれだからんそ,のそんなにそのバックビートそをグリグリにの落とすっていうのは感謝というよりもどちらかというと軽快にねパッスパスパッスパッスパッていうのはそのすごくこのねっ言うたらまあ日本人の人らも好きそうな。 最近流行ってるのがフィアレスフライヤーズっていうんですかあのバルフパックとか,かバルフペックかなんかああいうのもそんなに重心をその強調するようなビートやと私は思わないんでまあ現代的な傾向を言うたらそんな重心を重視せえへんからまあそのうんまあそのそういうのもあれば何分のそのペタペタのまああと最近の人最近ではないけどまあスムーズジャズでもね結構バックビートが重たいやつ多いですよあのジェラルド・アルブライトとかね。 あの辺の辺ファンキーな人とかだいぶレ言うたらもう、うん、スカーンって言うたらもっと古くはマイケル・ジャクソンの,あのドラマやって言ったあのシュガーフット・モフェットとかのねあのいわゆるあの人らとかヘビーなバックビートなんですよいわゆる軽快でタイトに叩くけどバックビートの,その深さっていうんですかね。よく聞いたらあの,あの時代のマイケル・ジャクソンとか結構フローがあるわけですよそ,そんなに切れ切れないけどその太さもあるというかね。うんまあ なんでそれをそのまあ言うたらバックビートの部分でこう落ちないで200名の白馬やるとそのどうしてそのや洋楽をやるときにその支障が出るかこれはねこのいわゆる重心を落とすところのそのその言うたら速い重心が落ちる人たち遅い重心が落ちる人たちっていうのはねちょっとその線で弾くとわかりやすいかもしれません。 例えばねこの直線をねこれその重心がどこで速くなってるか遅くなってるかっていうと許容範囲が直線だとするとねつまりそのこういうことなんですよ。このわかりますかねこの,この2拍目4拍目。 こここにこの重心が落ちるような、なんでこういう図にしたかってなんか円にする人とかいる,いるんですけどあんなん全然踊りを無視したちょっと科学的な見方なんであれはねなんかジャズの人とかでね教則みたいな円に書いてねリズムというのはどうなこうなとかだったあ,あ,あ,あんまりそんなやり方してる人いなかったんでもうほんまにこういう感じでしたよ。 お前これこれれできるかって私もよう分かってん時にねそっ中心的なもんあれシンガーの人はようやられました2二百目4百名目こう沈むような「お前これできるか」ってやったやったら「ええ!」ってなんか喜んでくれたりしてね <laughs> まあそういう話があるわけですだからまあそういう動きやとしたらこう,こういうふうに落ちるわけでしょ。そったらこの線がジャストやとしたらここでなってってこの一番底の部分でなってってもこのちょっと手前ぐらいでなってっても OK やという線やとしましょう。こういうふうになってたいわけですよ。 え同時にまあこれはまあ洋楽の場合やとで方角の場合は多分多分まあこ,これね一拍目でこう言ったらそれそれいやー連想ランソランってなるわけですよ多分ここに線が行くは先のやつと行くはずなんですよねこのねここに線この辺に線が行くんですよだから方角もその落ちるところのちょっと早い人だから いやレンってやる人といやレンソーラんってなる人二ついていいと思うんですよその方角の定義としてねしかしなんでそれで上にこうあ洋楽やる時にここまで言うたら分かる人いると思うえっ、ー、とこれでも分からへん人いるかもしれませんいわゆるなんでこういうことをやるかっていうとそう踊り踊りですようん踊りをするためにそういう重心を落とすね。で 言ったらみんな踊りたいわけです。踊り上手い人も下手な人も音楽的なリズム感がええ人も悪い人みんなが楽しめるようにその重心を出すわけですそこでね。なんでそれでこういうふうにやって洋楽をやるようなリズム感がよくないかっていうと言うたらうーん上がっちゃうわけですよその重心を出したいところで上に上がった上でこうやってやっちゃうから、まあ、これねリズム感が言い悪いとかいう話と違うんですよ。 いや正確にその分かったところでパシャってやりたたらええやないかってそれいっぱいいます日本にはリズム感のいい人がたくさんいます言うたらでも重心がなだ出せないっていうのはリズム感いわりとかいう話は違うんですよこれ言うたらリズム感悪い人ででも重心が出せるんです、うん、つまり本当だったらここで下がったところでなってないといけませんのこのポイントをここで合わせようとしてるから 気持ち悪いことになるわけですよって言うても分からへん人いるかもしれんしそれはもうそこまで言うても分からへん言われてもこれはもうねこれ難しいですよ。うん。う,んうん、言うたらここでやってたらええやんバスドラでやってたらええやんっていうふうで,で上のやつがパシャってなってしまうわけでもう ダウンビートアップビートとかいう解釈じゃなくても表裏の概念で訳わからん方向に行っちゃったようなう理屈だけのリズムなんですよこうなってくると、うん、だからもうね表裏っていうのもこれ解釈がもうややこしくなりすぎるんですよね8ビートその16ビートそのトリプレ,ッツサンレート307とかまあなんかいろいろあるじゃないですかあんなんでその表裏なんて言ったら訳わからんないなんですよ だからもう使ってああいうことも廃止した方がいいと思います私はその洋楽やる上ではねそのいわゆるそれが通じる世界やったらそれでええと思うんですけどその洋楽がええとか悪いとかそんな話と違うてあの一応それでき両方できた方がかっこいいやつですわ。うん、できるに越したことはないからそれはもうそういうやりたい人のためにこういう話をしてるわけであって。うん こういうい本末転倒なことであの議論するってことになるともうややこしいでしゃあないわけやから、うん、その辺のところで議論っていうのはまあ言うとあれですよ今,今言ってるのはそのこの私の説明してることころというとはどちらかというとそのアップビートダウンビートっていうのに対してそれを表裏やろうっていうような議論がもう面倒くさいんですよ、うん。だってそのバックビートも裏になるわけですよね。 だからもう使ってええなダウンビートとアップビートとバックビートもうこれですよもう表裏とかもうややこしいですうんで表裏とか言,う言ってそのリズムがひっくり返ってる人が前塗り後乗りっていうのは感じるわけですよそれはある意味当たってんやけどそのひっくり返った感覚で音楽聴いて前塗り後乗りっていう感覚になってるから言うたらまあ誰やろな I count Tina t u エクタイナーが結構その突っ込み切りのギター弾きよるとか言うよるけど まあそれはそうなんですよブーガル・ジョージョーンズは結構このツッコミ気味やとかねいう人いますね、うん。でもその解釈はある意味当たってるんやけどリズムがひっくり返ってる人はどういうふうに聴いてるか言うたらこれはまあ言うたらな、うんやろうなまあ、うん、スタンダードになってるような有名なギタリストに比べてそうやというだけだな話になってくるっちゅう話ですね。 いいいいいか遅いかしか分か遅し分ってななみたいなそういう感じですねこの人はよく走るから突っ込み気味やとかこの人はもたるから後乗りやとかそういう話になってくるともうなんかつまらないですねこの平坦な見方ですよ。もう言うたらもう次元のこういうふうに見えるものをこういうふうにしか見てないっていうあこの人早速いから遅れだから何,何ねんねそれだけの話になってしまうからもうこんなしょうもない話しゃ,しゃあないということになってくるんですよ。うん、だからまあこれはねもう言うたら原則的にこういうのがあると。 あるでしょうよく方角でも方角でもこうなるじゃないですかこういうふうなまた難しいのが要はあの混乱者ある人多いんですけど、うん、アップビートの話になってくると、まあ、こっちの図だけ言いますねこれがまあ1234とこれワン3 4スリーフォーワンスリーフォー全部ダウンビートなんですよこうや山形になってるけどね ここはアップしてるからアップビートなななんじじゃゃいいいいのかととやそういうことじゃないですよアップビートはまだ別のもんなんですよ。この範疇でこの線の中に入ってなあかんのかとかそういうふうに考えるとねちょっとこれはまた解釈がややこしくなるんですよ。だから「ドゥンドゥンタンつくドゥンカッ」とかいうのはおっもう言うたらもうなんて言うんですかねこの辺でいいんですよアップビートって本当にこの辺でいいんですよ。そんなに。例えばこの矢印がこれあーこれかな。 この3の前にある矢印みたいなこんなんをアップビートとして捉えるならばもうこの線の中入っていいんでいいんですよこのだってアップビートで遅いやつってあんまりないでしょそのなんか全部このアップしてる感じがするんですよ例えばシャッフルでも3連のぐらいてもまあいろいろ個人差あると思いますよドンタンタンドンタンタンみたいな人もいるかもしれんしドンカタンドンカタンみたいな人もいると思います 全部アップなんですとりあえずアップなんですうんその感覚が味わえもんはアップビートとは言わないカッってなってるやつですよズカッタカッズカッタカッとかねカッ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 とかそういうやつですようんアップビートっていうのはそのうんだからアップビートで貯めるとかそ,そういう解釈はないですうん とかそういういやつですよあのジェームス・ブラウンの「アイフィールグ」とか、うん、だからそういうふうに音楽聴くともっとね分かりやすくなるんですよダウンビートは全部こうやとでバックビートを表すとなるとドーンターンダンターンって一番下がったところはバックビートですよ下がって落,落ちるところねそこでまだ立ち上がりはどうとかそういうことを言う質問してくれてるんですけどそれは考えたらダメですもうそれ迷宮入りします複雑になりすぎるんですよそこまでそんな 例えば何でしょうね腰をダーサーがグーッと落とした時にその次のビート行く時の立ち上がりの運動なんで考えますか考えないでしょ次のビート行く時のアクションは考えたとしてもその立ち上がりのそのバネが早いとか遅いとか そんんなちょっとちゃうと思うう思ですよそれむしろ落ちるタイミングはどこで落とすかもっと粘りを強く落とすかとかそんなんは出てくると思うんだけどその次立ち上がりを考えて落とせやすやつなんていないでしょそんなことはしないんですようんでもねみんな研究熱心な人多いからそういうこといろいろ考えはあるんですよみんなねでも私が実際見てきたあれではもうそんなことはやってないですそんな立ち上がりがどうとかねうんだからまあ アップビートとかでもう本当にもうこれはアップになってなあかんとか、うん、あとなんかドゥルドゥンダー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 ,ダー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 とここなワイパーみたいになってなあかんとかねそういうのはありましたけどねその、うん、基本的にアップビートっていうのはパッパッパッですよ本、うん、セクションとギターだけでリハーサルやハーたもう分かった時あったんですけどあの時わけ分かってなかったんですけど見てたらもうそういうアクションだけですようん、ファッファッファッ,ファッとかそんなんですよ ファン,ファンこれがアップビートなんですよ、うん、そういうふうにまあでも古いスタイルの人はすごいそれをこだわってやってはりましたねやっぱり、うん、多分あれはジェームス・ブラウンととかの影響もあると思います、うんまあ、あんまりこれ以上言うてもなんか、うん、これはでも本当にもう見てああこういうことやっていいんゃなっていうことしか言ってませんそれ以上のことは目測でしかなくなるけどこれは実際そんな感じだったんですよ。 もそのはずなんですよ私あんまり民謡とかそういうのね実際ほんまにすぐやつ見る機会ってあんまり日本に行ってなかったからなうんね津軽三味線とかも高橋祝さんとかも後継者の人は同じようなビート感出せてるかと多分私出せてないと思うからなテレビでたまにやってるの見ても、うん、残念ながら、うん、あれとかもわかんのは重心がスコーン落ちてるんですよ絶対た最後とか入っとったはずなんですよ昔の、まあ、あのビート感は間違いなくそうですよ、うんまあ まあつまり重心っていうのはその落とすところであってまあそら合ってる合ってないっていうのはあるやろうけどその許容範囲があってまあものすごいその重心がタイトに合わせなあかんっていうことでもないんですよ。うん。しかし自分の重心は持ってないといけないってやつなんですね。で狂いがない方がいいっていでも自分の重心は持ってないといけないっていうやつで、ね、うん。まあ、つまりそういうところです。うん。あまあそういう感じで。 <laughs> ちょっと音楽も流れてきたところなんで <laughs> とりあえずここで失礼いたします。ごごありがとうございます